感じです。あ、はい、こんにちは、今日はですね、フリードのね、僕が乗ってるフリードの、リモコンの電池交換をやってみます。スタンドでね、オイル交換をやってもらってる時に、サービスマンの人に、お客さん、車動きませんとか言うんですよ。結局リモコンの電池がね、切れてたんですよ。電池のことを頭にね、浮かばんかったんですよ。で、帰ればね、で、キーでね、外してキーで帰ってきたんですけど、ホームセンターでね、電池買ってきましたんで、で、ちょっと今から交換してみます。それではね、バッテリー買ってきました。CR の2032ってやつね、パナソニック松下の CR2032、ね、普段ね、この革のね、本革のやつ入れてます。もうね、2年だからね、真っ黒、いい感じ。元はね、このカバンとね、同じような色だったんだけどね、こんなになっちゃって、これ貫禄出たでしょ、これなんかいいでしょね、これいいですよ、やっぱりこういう感じ。早速交換2年開けてないで硬いね、硬い。はい、取りました。あれ、ネジがない、ネジ、あ、ネジないの、あ、これだ、これは、あ、これお金だ、コイン、あれ、あ、入った、あ、お金だ、やっぱり。これいいのかな、こじるの、あ、そうだ、開いた、あ、外れた、あ、こんなになってます。ネジいらないんだよね、前の車ネジだったけどな。これいいや、簡単でね。で、これをね、こう入って、こう入ってます。なんかいた。これをね、キュッと外すだね。これ気をつけないと、ボタン、これね、気をつけないとね、ボタンのやつ、これ外れちゃうね。これ下向けといた方がいいね。ちょっと怖い。これちょっと押さえ、やるときね、このボタン、これスイッチのやつがね、外れそうね。これちょっと押さえといたらいいね。押さえといて、電池抜いた方がいい。これね、注意。これ多分ボソッ取れちゃうよ、これね。はまってるでしょ、スイッチね。よし。新品の電池を、パイルダーオン、入った。ね、で、あとは戻せばいいのかな。なんかスイッチずれちゃった、これ。怖いね。大丈夫？ちょっと開けちゃう？あれ、大丈夫かな？うわ、動く。怖い。なんかずれた。あ、ずれてるよ、これ。いや。怖い。怖い。これが？ずれてる。ずれた。怖い。これどっち？こう。あれ、怖いな、これ。怖い。
怖い。ずっとやな、これ。いや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 。なんか違う。ずれちゃった。いやいやいや、これずれてる。こっちだね。ああ、これ、怖い。ねえ。気をつけないと。いやいやいや、これ。いやいや、怖いことになったな、これ。いや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 。ああ、これずれるとえらいこったな。ああ、うわあ、大変。大変大変。大変だ、これ。大変。これえらいことになっちゃったよ。これね。ちょっとね、ちょっと変なことやったって外れちゃったけど、もし外れちゃったらね、外れちゃったら、この天地側のね、このゴムパッキンがついとる方じゃなくて、この蓋の方ね、押しボタンのこの蓋側、もし外れちゃったら、こっち側の方にね、ボタンのね、カバーをはめてからやった方がいいね。こっちにやってからだとちょっと難しいね。でね、決まった方向しからね、入らないようになってるからね、そんなに外れちゃってもね、焦んなくても大丈夫みたい。で、こう戻してね。で、ね。で、あとはいいかな。ね。で、あとは、さっき、逆でフェードイン。あ、入らん。あ、またおかしい。あ、フェードイン。いいかな。いいかな。これね。ね。天気もちゃって。ね、LED が。よし、オッケー。こういう感じで、ああ、はい、そういうことです。まあそのままね、ディーラーに走ってやってもらえばよかったんですけど、まあ、電池交換ぐらいね、安い、電池も安いですから、ね、なんでまあ、なんか十分にやってみたかったからね、今回やってみました。でね、僕2年ちょっとで切れちゃったから、まあ、ちょうどフリード乗ってる人、もし2年経ってたらね、急に切れるかもしれないですからね、チェックしといた方がいいですよ。はい、そういうことです。